ここは沖縄市にあるとあるレストラン、コッコロコハウス。南米の調理法をもとにアレンジを重ねて生まれた絶品のローストチキンが有名な店である。貸し切り？ああもう、あんたズルしたでしょ。僕は何もしてないよ。ハートのロクを止めてるのは誰じゃ。もうなんだキヨッチか。ああ、私も一緒だから。鶏皿一つ追加、ご飯大盛りでね。いや、皆さんお揃いで楽しそうだね。あ、ごくり。どうしたの？なんでもないです。ただのゲームよ。うん、ただのゲームにしては、鬼気迫るものを感じるけど。いやごほごほ。ことの始まりは今朝のことだった。34種類のパイを各4枚、計136枚から14枚のパイを抜き出すと、組み合わせは3000億種類。その中から特定の組み合わせを作り、その難易度により得点を競う対人対戦ゲーム。ハンチャン2イニングにおける点数を競うゼロサムゲーム。勝つことよりも負けない戦略が結果的に勝ちにつながるケースも多い。捨て牌から相手の手を読みながら、手を読まれないように捨て牌をコントロールする駆け引きも重要。ゲーム中に会話ができるのもコミュニケーションツールとして優秀です。意外に奥の深い遊びですね。リーチラン、じゃーん、大三元、しかも親です。おお、100万直撃、青天井なのにドラマで乗っちゃってるよ。しかも艦長の山が割れ目だから点数倍だな。仕方ないですね。何枚ですか？この負けたら脱ぐというルールだけは今一つ理解できないんだが。この麻雀用衣装というのも学生の制服に似てるんだけど。エリスが集めた資料だと地球ではこれが決まりなんだってさ。まだまだ研究の余地があるわね。やってればそのうちわかるかもな。でも私もう脱ぐものないですよ。はい、点数マイナスになるとその箱をかぶるんだって。それでエリスの方は調査進んでるのかしら？おう、今日はキヨッチたちと実地検証するんだってさ。実地検証？こんがり焼けた鶏の皮がバリバリで、中のニンニクとかがこってりしてて、お肉に移った香りが。それで今日は何なの？調査を手伝うって話だけど。あ、これなんだよ。顔食べてから言いなさいよ。実はね、エリスが地球の遊びを調査したいんだって。遊びの調査？はい、文化風俗の調査の一環として地球の遊びを系統立てて分類したんですが、実際に遊んでみないとわからない部分も多くて、それで皆さんにお付き合いいただけたらと。なるほどね。それなら人数がいた方が面白いものね。でもどうしてこのお店で？みんなでゲームするならアントニアも呼んであげたくて。あんまりゲームで対戦とかしたことないみたいだから。せっかくのエリス様のお誘いですから、一緒にお食事したかったんです。ここは以前合宿で立ち寄った際にお嬢様が痛くお気に召されまして、以来ひいきにしているのです。とりあえず大勢で遊べそうなものを集めてみました。麻雀、トランプ、花札、スゴロク、チェスに将棋に黒ひげ、ワニワニ。へー、面白そう。でもこれだけじゃダメよね。
こういうのは説明のために遊んでも面白くないの。それじゃあルールブック読むのと同じよ。本当の意味での遊びの真髄はわからないわ。それじゃあどうするの？もちろん勝ったら商品が出なきゃ。商品？なるほど。確かに商品があると本気で勝負して盛り上がるに違いありません。でも商品って何を？せっかく誘ってもらったのじゃ。私が用意しよう。銀行に預けてある無記名株を。待って、いいよいいよ、こんなにあったら遊びじゃなくなっちゃう。そうか、ではどうするかな。お嬢様、これなどはいかがでしょう。猫耳教団子猫の足裏金星、ご神体の像でございます。名のある原型師に依頼したマニア垂涎の一品物です。エリスのフィギュアもらってもね。気に召さぬか。それではこれなどはいかがでしょうか。先日映像部で自主映画を制作した際のメイキング DVD でございます。もっとマシなものないの。あら、それ私が撮影をお手伝いしたものですね。居眠りしているキヨさんとか、おやつ食べてるキヨさんとか、笑ってるキヨさんとか、失敗して泣いてるキヨさんとか、いろんなキヨさんがいっぱい写ってますよ。え？はい、キヨさんの着替えシーンもたくさん写ってます。そんなの聞いてないよ。はい、成立。え？これ商品ね。待ってよ、まなみちゃん。往生際が悪い。いいでしょ、見たからって減るもんじゃなし。キヨくんの着替えシーン。いただいてばかりでは悪いので、キャーティア大使館からも何か商品を用意しないといけませんね。あ、何よこれ。キヨさんにいただいたチョコ卵のイリオモテヤマネコ3色セットです。たったそれだけ。シークレットでとっても貴重なんだそうですよ。そんな商品じゃ誰も必死にはならないわよ。あら、届け物ですか？DVD ソフトのようですね。あ、葵さんとまなみさん。実在青少年による陰微なバトル、メトミックアクションの集大成、フルメタルシュチニクリンシリーズ7、地獄のバニーアマゾネス対助手メイド軍団、監督川崎隆夫、主演金城まなみ、双葉葵。それってまさかあの時の。それはパワーボートを借りるという条件で二人が出演した映画である。ラース・フォントリア監督のダンサー・イン・ザ・ダークにヒントを得て、パワーボートには何台もの隠しカメラが仕掛けてあったのだ。あのマッチョハゲ。皆様のご尽力により無事作品が完成いたしました。ここにサンプルを送付いたします。ご査収ください。川崎隆夫。すごいな。それではキャーティア大使館からはこれをゲームの商品として提供するというのはどうでしょう。賛成。それは待ってよ、それは見ちゃダメ。いいじゃない、減るもんじゃなし。僕の恥ずかしい DVD を商品にしたんだからお愛子だよ。それにこの商品でしたらお二人にも必死になっていただきそうですし。うん。よし、これで商品は揃った。欲しいものはゲームで勝ち取るがよい。なるほどね。そりゃ真剣だわ。でも面白いですよ。
確率に駆け引きが加わると最適な手を打つだけでは勝てなくて奥が深いです。ハートの6を止めてるのは誰じゃ。6がないと進まぬではないか。 6、 うん、遊びに行くよ。ロイヤルストレートフラッシュ。またドクター・デュレルの勝ちね。顔に出ない人は強いですね。地球ではそういうのポーカーフェイスって言うんだそうだ。非常に興味深いゲームだな。なぜ負けると脱ぐのかがわからないが、やっていればそのうちわかるものなのでしょうか。よーし、こうなったらドクターをすっぽんぽんにひんむいて、いやーなんてことにしてくれちゃったりなんかしちゃったりするんだから覚悟しなさい夏野菜。ふっ、帰り討ちにしてくれる。なんとなくわかってきている彼女たちであった。一方その頃エリスたちはダジャレ縛りのダウトで熱いバトルを繰り広げていた。1、 いちご。2、人参。3、おまわりさん。4、黒マニ4人。5、コロニャン。6、老人バッグ。何それ。ピッチャーが滑り止めに持ってるやつ。まあいいわよ。7、7、7コロビアオキダウト。え、ほらね。次は私ね。8、足長鉢。9、鳥取砂丘。10、獣医師免許。11、小泉11号。12市長会をダウト。え、ここにハートの6がおったのか。そんなに持ってて12ないの。あ、うるさいわね。せっかくダジャレ頑張ったのに。マナミちゃんって嘘つくとき目が泳ぐんだよね。13人の資格。1、いちかちゃん。2、肉球。3、サンキュー。ダウト。はっ、はい、キロッチの勝ち。やったそれでは、勝利者はお好きな景品を一つお納めください。そうだな。どれがいいかな。やっぱりこの DVD 見たいよな。でも先にこれを回収しないとね。はあ、あ、いけない、ほっとしてる場合じゃないわ。あのメイキング見たかったものね。そうじゃなくて。では次のゲームに移ります。次の対戦種目は極意。次はこういうの取ろうと思うんです。これって SF もの。 SF というかファンタジーというか、宇宙人が来てガンアクションで戦うみたいなやつです。最近そういうのに目覚めまして。せっかく自主映画なんだからもっと自由な発想で撮ってもいいのよ。宇宙人も別に人間の姿してなくたって、アミノ酸が共造異性体の右遷性 D 型の生命体とか、炭素系じゃなくてケイ素系の生物とか、太陽表面に住むプラズマ状生命体とか、もっといろいろと想像の余地があるでしょ。うん、でもそういうのリアルじゃないですし。うん、リアルじゃない、非科学的だし。うん、非科学的。やっぱ本物見ちゃうとね。ねえ、宇宙人って言うとエリスみたいな想像しちゃうよね。ねえ。
SF 文学における被害は甚大だわ。よう、みんな元気でやってるか。あら、宮城さん、今日はかかずくんは来てないみたいだけど。いや、いいんですよ。今日はキヨじゃなくて、そこの二人に用があって来たんで。ん？お待ちどうさま。やったー。鉄道を抵当に入れて銀行から融資を受けるぞ。はい。土地が欲しい、競売で落札じゃ。はい。ホテルを建てる、電力会社も手に入れよ。はい。不服を申し立てる、裁判じゃ。はい。僕もお金ないよ。これで全員破産っと。アントニアちゃんの勝ちだね。当然これは資本主義社会の縮図ですね。うん、さすが大富豪、お金を扱うと強いわ、うん、それでは勝利者はお好きな景品を一つ納めください。そうじゃの、どれも欲しいのじゃが。ごっくり。やはりご神体の像を取り戻しておくかな。それでよろしゅうございますか、お嬢様。やっぱり手放すには惜しいからの。はあ、助かったわね。残りはあの食玩と DVD よ。次で負けたら DVD 見られちゃうわよ。では次のゲームに移ります。次の対戦種目は、油断したな。チェックだ。うわ、何？待っただ、待った。よかろう。私も戦いに身を置くもの、潔く負けは認めよう。だが負けたままで引き下がりはせん。もう一度勝負だ。クシ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 。ほいっと。はい、次はまなみちゃん、右足を赤。おっ、うがっ、うっ、こける、うん、動かないでよまなみちゃん。次キヨッチが右手を青。右手を青。ここから。あ、どこに顔突っ込んでんのよ。あ、見ないでください。ごめん。はい、次のエリスはボーナス、黄色に好きなところ。はーい。ま、何よそれ。ダメよエリス、手か足じゃなきゃ。でも好きなところって。反則よ反則。私たちは尻尾はないんだからね。そうですか。それではえい。うん、うん、ちょっとどさくさに紛れて何やってんのよ。だってまなみさんが。いいからそこをどきなさい。でも何が起きてるの。もう尻尾使っていいから離れなさいよ。仕方ないですね。はい、エリスの勝ち。そうですね。やっぱりこれにします。それでいいの？はい、キヨさんにいただいた大切なものですから。はぁ、心臓に悪いわ。残りは DVD だけね。後がないわ。もう負けられないわよ。では次のゲームに移ります。次の対戦種目は、ごっくり野球拳。セーフ、余
また私の負けか。ドクター、じゃんけん弱いですね。こういう運任せで頭を使わないゲームは苦手なんだよ。あら、頭も使うわよ。愛子が続いた時の駆け引きとか。しかし、地球のゲームというのは衣類をかけるものばかりですね。きっと通貨がなかった頃の名残ね。よし、ドクターをすっぽんぽんにするぞ。おう、アウト、セーフ、よよいのよい。これどっち勝ったの？あんたの勝ちよ。うるさいわね。これも脱がないといけないの？そうですね、ルールですから。屈辱でございます。目隠ししてるのにキヨは強いの？いえ、むしろ目隠しで無心となって戦っているからでしょう。それじゃあラスト1枚いくよ。よし、アウト、セーフ、よよいのよい。最後もキヨさんの勝ちですね。脱げばいいんでしょ。脱げば。まさか全敗と。面目ありません。頑張ったのに。勝負の世界は厳しいのよね。では私はこれを脱ぐぞ。ずるい。何よそれ。1枚は1枚じゃん。そんなの卑怯よ。ならルールブックに文句をつけるがよい。ダメよ、潔く脱ぎなさい。ああ、やめよ。お嬢様に何をする。何が起きてるの？では勝者に最後の景品が渡ります。勝者、あなたは頑張ったので、ここにこれを差し上げます。以上。はあ、どうしよう。あれをキヨ君に見られたら。はい。あ、これが欲しかったんでしょ。そうだけど。いいの？キヨ君。だって自分たちが出演した映画でしょ。だったら一番最初に見たいよね。キヨ、ありがとう。その代わり、後で僕にも見せてよね。うん。地球のゲームって楽しいですね。うむ、負けることがあってこそ、勝った時の喜びがあるのじゃの。お嬢様、大きく成長なされて。うん。おほん。しかし、葵とマナミのピンチはまだ終わりではなかった。あれを使うわ、お姉様。オッケー、これでも食らえ。やすー、や、やすー、可愛く映ってるじゃないか。私たちの演技も褒めてくださいよ。ごめんごめん。いや、うまいよ。これならプロの声優になれるんじゃない？本当？じゃあまた川崎監督から仕事もらってきてくださいよ。ねえねえ、この映画文化祭の上映会で流さない？賛成。こんなの認めません。やっぱね、
揺れる、重い、揺れる、揺れる、あ、私も揺れるな。重いわよ